レジェンズ激闘サガバトル、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、光の領域というか、元光の領域なのかな。で、まあ封印をしようというところからですね。白の砂漠州で行こうか。今でも結構メンツもね揃ってきたし、負けないんじゃないかなって思ってると、ボス戦でえらいレベル高いのが来たりするからなそれが怖いよね。私の弓の出番だな。これ知らないわ。あいつ、あいつなんだ、戦闘行くぞ。知らんな。でも光の光勢力だからさ、闇以外には弱いんだよね。トネードブレイク。全然余裕なんだけど。よっしゃーよっしゃよしよし、この調子でどんどこ行こう。割とゴリ押しでもいけるんじゃないかな。どっちから行こう。4か上の方があれだったのかな。まあいっか。まあそりゃそうだよな、上から数えていくよな普通な。でも光っていうかスピリチュアル勢力は協力してくれてもいいと思うんだけどな。全然敵だったもんな。土かこいつ。厄介だな。よし、よし、ゴールデンクライバー。おい、当たれよ。よしよし、ちょっと長距離から当たんなかった。ほらほら、チャージして、ほい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 、で、これもらっとこう。光の力見せてやろう。ケイロンっぽいんだけどな。リバーン。よいしょ、こんな傷ごときで。あとはもうゴリ押しでいこう。よし、もう上手い。本当に弱いな。よし、しまった。ほい、こんな傷ごときで。全部シロンで行ったらいけるかなそんな気はするよね。シロン強化するかな。あったっけアイテム。まあ、いっか。シロン砂漠 5?5? あ、そうか、5になるのか。な、え、なるか、なるか。2、3、4。あ、そうだね、合ってるな。封印までは遠いのかな。っていうか、なんでこんなに光の勢力に邪魔されないといけないんだそれ以外もいるんだけどさ。これは風だったよね。かかってきな。よし、サクッと行こう。ほら、理性的な感じがなくなるもんだもんだ。よし、悪い。次だ。すぐ出てきていいの。かかってくるがいい。負けるよ。普通に負けるぞ、おい。しまった。
しまった。っ防御しといて、しまった。はい、しまった。シフトエレメント使わせないように取りたいんだけど、次は僕だ。カーバンクルか、カーバンクルだけ持ってるからな。でもやっぱり高いな。わざ食らうとやばいって感じか。シュー、シュー乗って、シュー乗って、よいしょ。一回防いどいて、オッケー。じゃん。いやでもこれ27とか普通に出てくるようになってんのきついな。こっち22だもんな。まあでも基本的にいける、いけるか、大丈夫か。光の祭壇勝てるかな。でセーブだけしとこう。あそこでセーブできないのか、なんでだ。え、別にさせてくれてもよくない。これどうだろう、レベル上げとかしといた方がいいのかな、きついかな。まあいっか、とりあえず当たって砕けろだ。砕けちゃダメなんだけどさ。てか光のサーガとかいないけど大丈夫なのかな。助けて、誰か私を助けて。だから何度も言ったけどさ、頭からかぶりついた方が絶対。あ、やっぱ闇だこいつら。そんなの私の美学許さんと言っただろう。やはり人間は生き血をするに限る。よく言えばもっと若い女性がいいのだが、若くなくて悪かったね。嫌よ、こんなところでレジェンドで食べられて死ぬなんて絶対嫌。ぜいぜい早く助けに来て、あんたたちが来てくれるって信じてるんだから。よかった、まだ無事みたいだな。で、どうしようかこれから。あ、やっぱもう一個祭壇があったんだ。ジェイ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 、やっぱり来てくれたのね。いや、だから静かにしてってば。ここよ、私はここよ。おい、あれ見るよ、まずいぞ。最悪。ん？どうしたの？部長の、部長の化粧がすっかり剥がれ落ちちゃってる。ま、おばさんの化粧が落ちたぐらいのことを誰も気にしないってば。またおばさんって言ったわね。よう聞こえんな。なんでその子一緒にいるわけ？それはまあ、成り行きというか、会話成立してんのな。プライド性で頼み込んだというか。お前ら何者だ、そこで何をしている。我らの食事を邪魔するとはどうやら命が惜しくないようだな。その食事とやらを邪魔しに来たのさ。俺たちの武将を返してもらうぜ。子供の後ろで言うなよ。決まった、行かせよな俺たち。いや、だからなんで俺が前。勝てるかな。ヘキサドラゴン、ヘキサドラゴンをスピリチュアルにすればいけるかな。レベル高そうなんだよな。曲が本当におしゃれだな。相手が何体で来るかも。あれ？リボーン！あれ、こいつより人？人で来るのか。それはそれで鬱陶しいな。よいしょ。トレードブレイク！でもレベルは低いな。それだったらいけそうかな。よし。突撃だ！出しといて。切り裂け！オッケー。
切り裂け。どうしよう、信じられん。まず一体スタンバックだ。土か、土うっとうしいな。よし、水、まだまだリバーン。やばい、多いな。なんでダメ攻撃できないなと思って、周囲いなかったのか。もう何か乗ってないから、あれを見れるようにしといてほしいな。突撃だ。よいしょ、このシフトエレメント、引き受けろ。さあ回復される。スクルドキュルザン。くそ、シフトエレメントなんか鬱陶しいな。リボーン、リボーン。とりあえずぶっ飛ばして、ゴールデンジブラッド起動。よしよし、次リボーンだ。リボーン、あもうクロスなんだ。スキルグロー。オッケー、あとはもうちょっとなんだけどな。やばいやばい。オッケーオッケーオッケー。レギオンプラスはどこにある？カンバッカー、どっちか取ってない、取ってないけど時間くれ。マジか、ロエレメント。くそ、取るなよ、あ取るなよ。マジかけー。まだまだこれからよ。よいしょ、 OK。 カンバック、次の、まだでもあれなんだよな。リボーン。今何になった？水か。ちょちょちょ、パスパス。よしよし、まだまだ相手、相手ネクロムだもんな、今な。落ちよう。いやくそ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ。闇に屈するがいい。落ちた、くそ、しくじっちゃった。ダメか、リボーン。シロンの火力で落ちよう。よし、エレメントのレギオン、まず1体減らそう。減るかな。よしよし、あんまどうしようか、回復。ムヘヘ、クライダー。ムヘヘって。ムッ、いっけー。ムヘヘはやばいだろ。いっぱいあるから使っとくから。よし、こっちで。よしよし、やってくれるぜ。ガードし、ガードしといて。まだもろよいしょ。やばいやばい、行けさ。オッケー。よしよし、闇に沈むのです。よしよし、いいぞいいぞ。よし、やっちまえ。全員でかかれ、全員でかかれ。よしよし、オッケー、ゴリ押し。あと1体だね、あと1体だね。力のようにやるから。
手の刃よ。うわっ、クライナー、クライナー、アシュ、うわっ、やろう。まあいいか、終わった。助かった。でも結局あれなんだな、光の方来ても闇と戦うことになったんだな。これでも誰が封印すんの。やっぱりこれは光の祭壇だわ。でもどうすればいいのかしら。他の祭壇を封印できるサーガと、他の祭壇を封印できるサーガがいたからいいけど、光の祭壇を、光のサーガなんてここにはいないし。グリードはここの門はもう大丈夫だって言ってますよ。あの闇のレジェンドたちが消えたのと一緒に、この祭壇を包んでいた邪悪な木も消えたとか。闇のレジェンドたちだけでは、敵もここをうまく解放しきれなかったんじゃないのかな。光のレジェンドたちがこの地を離れたのが不幸中の幸いだったわけね。じゃあ沼地の方はどこすんの。ね、お願いしますよ部長。一応助けてもらったんですからね。一回だけでいいんですから、俺をね。ほら、形だけですしね、形だけ。照れてんだ、思ったより可愛いとこあんじゃん。おい、小僧、涙を見せないためとか照れ隠してから部長が後ろ向いてるなんて思っちゃダメだぞ。ただ化粧を直してるだけなんだからな。お黙んなさい。さあ、一体何が起こってるのか誰か説明してくれないかしら。そうか、そういう人だったな、そういえば。結局あれかい。なるほどね、大体飲み込めた。そういえばさっきスケルトンたちが話してるのを聞いたんだけど、ドクター Q は西にある彼らの縄張り沼地の奥へ向かったらしいわよ。じゃあやっぱりそこにあるのね、最後の祭壇が。これはやばい状況ね。そこにドクターが向かったって言うなら私たちも行かなきゃなんないし。え、どうしたですか部長。俺たちもうあんなイカれたじいさんと関わり合いになるのはごめんですよ。あんたたちちょっと頭を働かせなさい。私たちが元の世界に戻るためにはあのじいさんのリモコンが必要なのよ。それにもしリモコンを手に入れる前にこの世界が崩壊しちゃったら。そうですね、帰れる帰れないの問題じゃなくなりますね。招かれざる者である俺たちは消えてなくなっちまうかも。そうやって暗い方向に考えちゃいけないんだな。この世界がなくならないよう頑張ればいいだけのことなんだな。前向きだなお前。若いっていいよな、若いって。お前もそこそこ若いだろ。若い若いで連呼しないでよね。とにかく、こうなったら私たちも協力させてもらうわよ。それは大歓迎なんだな。そうね、仲間は一人でも多い方がいいね。僕も依存はないよ。このおばさんが仲間ね、なんかドジ踏まなきゃいいんだけど。そこで余計なこと言わないの。さ、協力体制も出来上がったことだし、一度ゴブリエルさんのところに戻りましょう。まあ、どっちにしろ戻んないといけないからな、そこは。レベルアップ。よしよし。栄光のペンダント。仲間になったって言って、まあさすがにここが増えてるわけじゃないよね。よし。光のレジェンズ欲しいな。戦ってゲットできるんならしとっか。あの弱えやつでもいいから欲しいな。ヘキサドラゴン完封されたからな。これも光なのか。ったくしょうがねえな。よし、フェンリル。レベル低いな、でも。風の刃よ。フェンリル炎じゃねえか。めっちゃいるやん。よし、終わり。めっちゃかわいそうな犬なんだけど。かかってこい。かかってこい。よし。あ、レベル高いな。やっぱ光の領域のやつだから。カーバンクルでもいいから欲しいな。チャージが早いんだよね。
よし、一回防御して、やばい、早い、ホーリーのチャージが早すぎるんだよな、早いってだから。よいしょ、ホーリー、カバンくんくれ、頼む、くれ。ダメかな、ダメか。砂漠のとこもう一個行っとくか。カーバンクル、ホーリー連打で結構いけそうだから欲しいな。射程はそんなになさそうだけど。でもこういうの敵だから強い可能性もあるんだよね。我の出番か。なんとかジャイアントだ。頭の中にウサギのフレミッシュジャイアントしか浮かばないから全然名前が出てこないんだけど、クラウドジャイアントだね。イカズチを。よいしょ。一旦防御して、よし、ほい、やばい、サンダーブリスター、よし、オッケー、俺が相手だ。よし、かかってこい。ほら、よし、待って、まさか、見え見え、よし、まさか、行った。行くぞ、フレイムアタック。向かった。フレイムアタック。そんな安直な。よし、来た、カーバンクルチャンス、負けないぞ、負けないぞ、光よ、あ、短っ、射程、光よ、よし、よし、オッケー、射程短いけどいけるかな、 HP も少なそうだしな、楽勝じゃん。いけるか、ダメかな、ダメか。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。